雨の日でも釣りするんだな、三つお。せんのかい。シーズエー、酔ってないけど、酔った時と同じようなこと言うよ。シーズエー。はい、4月15日、前からまた後にました。仕事の日ってなかなかやろうと思わなくなるんでね。なんだ？あ、キャンプサイトに宿泊のお客様。キャンプサイトってあれやな。役場の隣に俺が建てたとこやな。人来たんじゃ。遊びに来られたお客様に、バックステップの神島の魅力がしっかり伝わるといいですね。魅力ったってこの島さ。飛び抜けていい面ってないよな。自分で言うもなんやけどさ、飛び抜けて何か魅力的なもんがあるかって言ったらそうでもないやけどな。では今日も皆さんが楽しく暮らせるように精一杯お手伝いさせていただきますね。お前隣にお茶を飲んでんのか。何グラスに入ったの？お茶？麦茶？おっと、なんか来てるな。あ、たぬきショッピングと、いつずちゃんから来てる。いつず、ゴング鳴らせ。これだ。ゴングだ。わあ、ゴングだ。ゴングだ。わあ。たぬきショッピングからも来たらな。あ、MVP の T シャツか、俺。俺が注文したやつじゃ。MVP! そう、最近さ、改築してさ、向こう側に道、もう一つ部屋ができる、できたんですよ、これ。でっかいトイレにしました。来たで、コーヒーがある。お前ちょっと喫茶店要素を含めてきたな、お前。コーヒーがあるぞ、お前。コーヒーカップ入っとる、中身入っとるじゃないか、お前。腐るぞ、お前。冷めとうだろう、絶対お前これ。買うわ、270ベル。喫茶店の値段や、お前。一級の喫茶店の値段や、お前。コーヒーや、お前。あげてるぜ！嘘、今あげたところ。あ、なんかあげれるようになってる、ガチャに。じゃあ、イースター終わっていらんようになった岩の卵でもいる？お、岩の卵ちゃんか？サンキュー！お前の気持ちありがたくいただくぞ、ダロボ！って言いながらさ、もうイースター終わったからさ、使い道ないんだよ、お前。どこに飾っとく？食べてもいいぞ。そうそう、卵って食べれるんよな。何気に。一個食べるってあるもんな。これ、卵でもちゃんと、これ、カウント増えるもんな。うっ。なんか、突然腹痛くなってきたよ。あ、ちょっと、あ、こんな感じだったっけ？誰か来とるって言ったもんな、お客さんが。邪魔するでー。この島の主が邪魔するでー。邪魔するんだったら帰って、はいよ。ケーン！濃すぎ！いや、僕は、ケーン。このキャンプサイト、初のキャンパーさ。君は、この島に住んでいる人かい？しばらくの間、お邪魔させてもらうね。ケイン濃すぎー。
コーヒー飲んでる健康すぎ。プロテインじゃないんですね、そこは。ここでなんかいろいろ、この島のいいところを見せていったら残ってくれるんかな。バックステップの神島。こんなに居心地のいい島があったとはね。あんま他の島と比べていいもんないけどな。帰らなきゃいけないと思うと、名残惜しいな。ホロロ、ホロロ。健康すぎてホロロって言うんだね。ホロロ軍曹。ホロロ軍曹か、お前。一緒に住もうよ。え、いいのかい。でも勝手にこういうとこ決めちゃっていいのかな、ホロロ。大丈夫、大丈夫。俺、この島の責任者だから。そうだ。君はここの住民だし、島の管理人さんとも知り合いだよね。うん。僕がこの島に移住できるよう、管理さんと相談してもらえないかな。めんどくさいな。別にいいよ。ただし、仲介料5000ベルな。ありがとう。僕の運命は、君に託した。ホロロ、やめろ。運命を勝手に俺に託すな。俺主人公じゃねえんだよ。俺主人公気質の人間じゃねえんだよ。お前、運命託されてもお前の運命、地下送りにしてしまう。地下での労働送りしちゃうかもしれんぞ。俺だったら、お前。やめろ。やめろ。お前の借金背負えねえんだよ。やめろよ、お前。パチンコで稼いでこいって言うのか、お前。カイジじゃねえんだよ、お前。寝巻きを見ると、これを使って筋トレしたくなるときありますよね。たぬきち、話があるんじゃ。隣に来てくれとるケイン小杉さんが俺の島に住みたいみたいなこと言いよるわ。なんだ？そうなんだよ。その人の話なんだよ。ケイン小杉さんだぞ、お前。昔筋肉番付とかに出会った人だぞ、お前。してきたっていうかさ、その話で来たんよ、たぬきち。勧誘したよ。そうそう、のんびりしちゃいられないんだよ。次にやるべきことは、新しい王朝を建てなくっちゃ。お前、マスか。その素材とか家具とかやらを俺に集めさせようっていう魂胆じゃないだろうな、俺。俺、メンタリストじゃないけど、お前のこと、お前の気持ちが分かってしまうぞ、お前。わかったわ。しゃあないわ。俺が誘った人間やもんな。ケイン小杉さんやな。家具は選ばんでよかった？家具は別に。家具はちょっとやめて俺。そんな時間ない。忙しい人間だよ、リアル。よっしゃ、ケイン小杉の家、ここにしとったろ、お前。なんか妙に気が立てなくてさ。なんか、殺風景っていうか、なんか、いや、スペースがあったけん、ここにするわ。特にいい意味はない。ケイン濃すぎ。プロテインだね。あ、家具とか別に揃えんでいいんかな。よかった。家具集めさせるんかなって思ったわ。誰だ？誰か知らんおっさんおるぞ。誰？あんた。ハマちゃんか、もしかして。釣りバカ日誌、ハマちゃんか、ジャスティン、全然違う。ウェイウェイ、初めて見る顔じゃん。でも、俺、ジャスティン。え、ハマちゃんかと思った。どう考えても、ジャスティンっていうか、外国っぽい名前の人じゃなさそうに見えたんやけどな。イクジの魚との出会いを求めて、島から島へと旅をしている、イケメン魚コレクターだぜ。おっさんじゃん。今の笑うところなんだけど、君、クールだね。まあまあ、魚を集めてるってのは前だから、そんなに引かないでくれよ。俺さ、釣り上手な人たちにお願いして、状態のいい魚を売ってもらってるんだ。状態のいい魚？釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あ、そんなんあるのだ。あと、コレクター向けに作っているオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてくれよ。腕前チェックって？腕前チェックはね、
釣りの実力をスマートに確かめるために俺が開発したシステムさ。内容は日によって違うけど、基本的には狙った魚を確実に釣れるかどうか確かめさせてもらってるよ。ちなみに今日はどんな魚でもいいから5匹連続で釣ってくれたら合格だぜ。チェックに合格した釣り上手な人たちに人からはリスペクト価格で高めに魚を買い取らせてもらうよ。どう？腕前チェックにチャレンジして君の実力を見せてつけてみない？ごめん、今の話あんま聞いたかった。もう一回説明して。腕前チェックはね、釣りの実力をスマートに確かめさせるために俺が開発したシステムさ。内容は日によって違うけど、基本的には狙った魚を確実に釣れるかどうか確かめさせてもらってるよ。ちなみに今日はどんな魚でもいいから5匹連続で釣ってくれたら合格だぜ。チェックに合格した釣り上手の人からはリスペクト価格で高めに魚を買い取らせてもらうよ。どう？腕前チェックにチャレンジして君の実力を見せつけてみない？ごめん、ちょっといまいちわからなかった。もう一回説明して。え、また腕前チェックはね、次の実力をスマートに確かめるために俺は開発したシステムさ。内容は日によって違うけど、基本的には狙った魚を確実に釣れるかどうか確かめさせてもらってるよ。ちなみに今日はどんな魚でもいいから5匹連続で作ってくれたら合格だぜ。合格にチェックに合格した釣り上手な人からはレースペーコ価格で高めに魚を買い取らせてもらうよ。どう？腕前チェックにチャレンジして君の実力を見せつけてみない？てか今の説明ちゃんと分かってくれた？もう一度説明して。腕前チェックもういいだろ。またやるわ。お、ありがとう。じゃあ早速腕前チェックを始めるね。今日のお題はフリーダム。大きさは何でもいいから5匹連続で魚を釣りまくってちょうだい。ザリガニとかカエルとかでも釣れるものなら何でも OK だよ。え、もしかしてさ、5つ連続でタイヤとか釣っても別にいいタイプの人間？魚に逃げられると失敗になる。しみ、え、マジで？結構難易度高めじゃないですかね。俺ちょいちょいミスるときあるもんな。では、腕前チェック、スタート！わーい、待て待て、釣りチェック、釣りチェック、釣りの腕前チェック、釣りの腕前ない、釣れない、釣りーよーい、1匹目、カウント開始。ここからカウント開始されるんだ。無処理網じゃねえよ、高飛び棒。2匹目フナ、よい、3匹目道場へ出てきて、こんにちは。4匹目道場が出てきて、こんにちは。5匹目お前ですから。よーい、道場ばっか釣れるな。やったー、ジャスティン、ポケットどこでもいいわ。バイバイ、土壌バイバイ。というわけで皆さん、ツイッター大会終了。ジャスティン、ハマちゃん、ウェイウェイ、どういう調子は？あれ、君もう魚を5匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。ってことは、ウェイ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 、腕前チェック合格。勝手に写真撮らないでください。肖像権で訴えますよ。俺が右手で持ってる棒でしばきますよ。早速だけど、何か魚を買い取ろうか。君の魚なら何でもプレミアム価格で買い取らせてもらうよ。お願いします。あ、
だったら土壌逃がさん方がよかった。土壌も釣っとったのに。ありたけよ、お前に。どんな感じで売れるん？一匹じゃないんだね。全部まとめて。え、それってそんなに高い数値なん？それってそんなに高い数値なんかな？イメージわかんかったぞ。高いっていうイメージわかんかったぞ、お前。ジャスティン、お前。腕前チェック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 腕前オリジナルグッズってなんすか？お、興味ある？オリジナルグッズを申し込むとね、お気に入りの魚で超リアルな模型作品を作ることができるんだ。制作は友達をアーティストに頼むから模型のクオリティは間違いないぜ。普段はご視聴家の地味な模型を作っているやつなんだけど、まあ腕は確かだから安心して。同じ魚を3匹持ってきてくれたら無料で申し込みできるから、ぜひ利用してね。もう一度説明して。オリジナルグッズを申し込むと、お気に入りの魚をモデルに超リアルな模型が作れちゃうよ。同じ魚を3匹買ってきてくれたら無料で申し込みできるから、ぜひ利用してね。もう一度説明して。オリジナルグッズを申し込むと、お気に入りの魚をモデルに超リアルな模型が作れちゃうよ。同じ魚を3匹持ってきてくれたら無料で申し込みできるから、ぜひ利用してみてね。わかったかい？もう一度説明して。オリジナルグッズを申し込むと、お気に入りの魚をモデルに超リアルな模型が作れちゃうよ。同じ魚を3匹持ってきてくれたら無料で申し込みができるから、ぜひ利用してみてね。わかったかね？もう一度先生、うまい、しまくぞ。